3分で内見。今日はスクンビット沿い49入り口のアパートザ・パールをご案内します。こちらの物件1990年築でタワーが2つあります。こちらのタワー2の方最近リノベーションされましたので、今日はこちらの3ベッドをご案内したいと思います。こちらがタワー2ですね。3ベッド115平米をご案内します。いかがでしょうか。素敵なインテリアですね。ソファに座ってみたいと思います。固めでちょうどいい大きさですね。テレビは大きなサイズです。バルコニーです。いい景色ですね。こちらがプロンポン駅側です。このデスクなんかもいいですね。ダイニングテーブルは6人掛けです。素敵な雰囲気ですね。キッチンです。コンロは4つ口、シンクはダブルシンクです。電子レンジがこちらですので、食材を切ったりするのはこちらですかね。では寝室を見てみましょう。やはりインテリアが素敵ですね。こちらにデスクもございます。こちらはクローゼットですね。こちらがバスルームです。ちょうどいいサイズですね。次の寝室を見てみましょう。こちらがセカンドベッドルームです。浴室です。こちらに収納があり、こちらは最後の寝室を見てみましょう。3番目の寝室にも浴室があります。以上でお部屋の紹介を終わります。次にファシリティを見てみましょう。降りてまいりました。プールとジムはタワー1にございます。こちらがロビーです。ロビーはこのようにオープンエアとなっています。こちらがプールです。そしてジムです。子どもの遊び場です。アスレチックのような雰囲気ですね。外に出ました。向かいにはセブンイレブン、居酒屋、イタリアなどがございます。あちらがスクンビット通りですね。